皆さんこんにちは、福島民放高橋としあき競馬の話は、30回目29か、回数もよく分かんなくなっておりますけど、回数が分からないというのは休みボケと言われても仕方がないかもしれませんがね、ようやく日曜日の競馬が終わって月曜日に久しぶりの休みだったんですが、なんかよく分かんないうちに1日が過ぎていきますね。そんなもんですね。なんかね、雑用が溜まってたという感じがしますけどね。ということで、中山と中京は今週が最終週ということになります。まずは先週の振り返りからいきましょう。はい、京成杯ですが、こちらはジャンプフーンということでね、ソウルオリエンスが非常に強い競馬したんですが、期待したセブンマジシャンはね、道中とそれから4コーナーで今度ソウルオリエンスが外によれてきた、これで不利を食らってしまいましたんで3着ということでね、やっぱ高野先生もね、よく言うとやっぱり2着欲しかった、あの振りがなければ2着はあっただろうなって、やっぱりそのホープフルからね、ちょっとこう強行軍という感じでここ使ってきましたけれども、やっぱりここで賞金を加えてね、クラシックへの出走を確実にしたかったところですから、3着ということで、これで、どこかやっぱり皐月賞前にトライアル使わなければなりませんねというお話をされてました。やっぱそこがちょっと誤算かなというふうに思います。勝ったソウルオリエンスはね、その4コーナーで手前を変えずに外に寄れながら直線あっさりという感じで、突き抜けましたけどもね。北さん、ブラックすごいね。なんでこんなに、お父さんはあんなこうしぶといタイプの馬だったのに、イクイノックスとかこういう馬とか、とにかく切れる馬が出てくるというのがね、北さんブラック3区の印象ですけれどもね。ちなみにね、これね、本当は新馬戦で田辺騎手が乗る予定だったんですよ。腰痛めた時あったでしょ。で、腰痛めて騎乗キャンセルしたあの時なんですね。だから本人もね、いや乗れてたんだよな、あの馬ね、っていう感じで珍しくで、なんかそんなことを日曜の競馬終わった時に話してましたけれども、この辺りの巡り合わせは不運ですね、やっぱりね。そんな感じがします。不運ってこっちにもかかってたかということで、でもソウルオリエンスでね、この内容注目ですし、セブンマジシャンも強い競馬しましたからね、やっぱクラシック向けて注目というところだと思います。はい、続いては日経新秀杯ですが、こちらはジャンパンで関係なしということでしたけどもね、期待した郡山市出身の伊藤拓磨騎手が乗ったロバートソン騎、1番人気になったんですがね、いい感じで追走してましたし、直線も前が空いたんで、よしここでと思ったんですが、ちょっとあそこでね、バランス崩して内にもたれるような感じもあって、やっぱり飛びが綺麗な馬なんでね、道ある特殊な馬場だったのが影響してたということで、綺麗な飛びをする馬だからいい馬場でやらせたかったというのが伊藤拓磨騎手のレース後の話ですが、馬体にもちょっと余裕があったかなという感じがします。次期待したなというふうに思います。勝ったベルトライゼンデが59キロということでね、トップハンデでしたけれども、これね、平地重賞59キロの馬が勝ったのは11年ぶりで、今年はやっぱりこのハンデが増えたということで、この59どう出るのかというふうに言ってたんですが、レースも取材した記者によると、池江調教師、11年前とは意味が違うと、つまり全体が1キロ上がってると、その中での59キロなんで、11年前のように突出して59キロの馬が勝ったわけではないんで、そこは意味が違うんじゃないのかなっていうことをおっしゃってたということなんですね。ここまで実はハンデ戦9戦あって、トップハンデ4勝してます。僕は金量が増えるということをやっぱりちょっとこう気にはしてたんですけれども、58から59の1キロってすごいね、きついっていう印象があったんで、そこ行くとやっぱり強い馬は関係ない、むしろ軽い馬に1キロをみんな背負うことになったということになると、これは軽量馬の方が1キロ背負う方が効くのかもしれないですね。強い馬にとっては相対的にハンデが上がるのはそんなに関係ない。そういやね、ここでハンデ戦は重いハンデの馬を買えって言ったことありましたよね。考えすぎは良くないということです、皆さん。はい、やっぱり強い馬狙った方が正解という感じかもしれません。でもいずれにしてもちょっとこの金量問題はね、いろいろじっくり、これからも注目して見ていきたいというふうに思います。はい、最後は愛知杯ですけどもね、こちらはジャンプ本物ということで、マリア・イレーナが、これは逆に 56.5 が効いたのかもしれませんけど、 3着ということでしたけどもね、上がりが早い競馬でしたから、でっかい馬は合わなかったかなと。アウトハウスがね、非常に強い競馬しましたけれども、もうこれでだから G3 の 2000m は完璧という競馬してる馬ですから、あとはね、 G1 の壁を今年は
どう乗り越えていくか、この勝ちっぷりは本物だったという印象があります。はい、今週のトピックスですが、こちらは行ってみましょう。ジャンプ、イクイノックス3歳世界一ということで、18日に、ワールドベストレースホースランキング、長いですけどもね、レーティングが発表されました。126ということで、これ世界の3位タイですね。そして3歳馬の中では世界一ということで、イクイノックス快挙達成と。それだけね、天皇賞と有馬記念のパフォーマンス評価されたということだと思います。今年はね、やっぱり海外でも活躍期待されてますし、まあ、やっぱりね、やっぱり世界中からね、イクイノックスっていうのは相当強いんだなということで、これで注目されるというふうに思いますんでね、このレーティングをさらに上げるような活躍を今年は期待したいというふうに思います。はいはい、ここからは今週の予想に入っていきたいと思います。アメリカジョッキークラブカップ、じゃあこちら行ってみましょう。じゃん、4歳の勢いということで、まあ、あと今年のやっぱり4歳勢、非常に僕はレベルが高いんじゃないかなというふうに思ってますけれどもね、今回ここに出走してきたのは2頭でね、どっちも強力という感じがします。まずはね、お目に期待したのはガイアホースですけどね、まあ菊花賞はね、結果的にこちらが1番人気で、アスクビクタムは2番人気ということでしたけども、内枠引いてね、馬込みの中でやっぱこの前の飛びがすごい大きいんですよ。今回の追い切りのハンドでの追い切りの VTR なんかを見ていただきたいんですがね、もう完歩がとにかく大きい。だから内で前に馬が壁になってると伸び伸び走れないということもあって、ちょっとやっぱ窮屈で不完全燃焼の競馬だったんじゃないかなというふうに思うんですね。だからやっぱりちょっと距離も長かったかなというふうに思います。まあ、中山 2200m といえばセントライト記念でアスクビクタモア破っている、まあ、もうおそらく条件ベストの舞台って言っていいですし、まあその追い切りも素晴らしかったですね。で今回はね、ルメール騎手との初コンビということで、まあ、このあたりもう万全の体制で勝負気配という感じがしますしね、ここはガイアホース負けられない一戦かなというふうに思ってます。で2番手もう4歳のエピファニーですけどもね、こちらは4連勝そこを見せていません。前回もね、ノベバステックスも楽に抜けてきて、今まで 1800m だけ使ってきた馬なんでね、この 2200m に距離が伸びるのもどうかということなんですが、まあ折り合いがつくということで、こちらは全く心配してないということですね。とにかく追い切りの動きが素晴らしかったんで、まあ、状態絶好調だというふうに思いますし、これね、もしガイアホース破って快進撃続けようですと、もうこれはもう今年の G1 戦線の主役に躍り出てくる、そういった可能性がある馬じゃないかなというふうに思います。3番手が、5歳馬ですけれども、ノースブリッジモーリス・サンクですけれどもね、天皇賞の11着というのはパンサラッサーのハイペースを離れた番組の先頭で追いかけるような立場にいたバビットとこの馬はそんな形の競馬をさせられましたんで、これは仕方がなかったかなというふうに思います。エプソムカップを勝って毎日王冠5着、左回りに両席集中しているように見えますが、2歳中山 2000m のハボタン賞で非常に強い競馬をして、僕は右回り全く不安がないというふうに思いますんでね、先行勢行かせて3、4番手ぐらいからこの馬のしぶとい、足をね、生かしてくればチャンス出てくるんじゃないかなと思います。そして、4番手がバビットで、これもね、天皇賞でやっぱりノースブリッジと同じような位置にいて、バーサラスさんのハイペースを離れたところから追いかける立場になってしまいましたから、これは仕方がないかなというふうに思います。あとは、追い切り高度計をマークしたエヒト、七夕賞の勝ち馬ですけどもね、チャレンジカップの3着も内容良かったですし、中山この馬やっぱ小回り、ミニ回りの小回りが合う馬じゃないかなというふうに思います。あとは決め手のあるユーバーレーベン、それから前走ちょっと行きたがってましたけれども、中山金杯9着ですが0秒3差だったラーゴム、このあたりが圏内になってくるかなというふうに思います。いずれにしてもここはガイアフォースから、まあ、軸は僕はこの馬かなり硬いんじゃないかなというふうに思ってます。はい、最後が東海ステークスですが、こちらはジャン最期の6歳ということでね、先ほどは4歳馬2頭注目でしたが、ここは6歳馬2頭、ただ6歳とはいえね、キャリアが少なくて若々しい馬なんですね。というのもまずハギのアレグリアスですけれどもね、これはね、苦境で長い休みがあったんですね。ですが、再起してから、渦政ステークスを勝って、前走の宮古ステークス2着でしたけど、これうちでね、追い出しを待たされる形があったんで、
最後サンライズオープンに刺されましたけれども、スムーズにさばいていたらこちらが僕は勝ってたんじゃないかなというふうに思うんですね。中京も全く問題ないですし、やっぱりこのまま能力もう重賞勝てるものは十分あると思います。それからプロミストウォリア、これも6歳馬なんですがね、こちら現在連勝中なんですが3回骨折してるんですよ。よくね3回の骨折をねから再起してきたなというふうに思いますけれども、これもね、前回の競馬強かったです。1秒ちぎってますマイアステークス。初級戦ですが全くね問題ない、僕は非常に魅力のある馬だと思いますし、でね、野中厩舎なんですがね、インティーと馬がやっぱり小馬になってこう連勝して、この東海ステークス勝ってフェブラリーステークスも勝ったんですね。その時に非常にムードが似ている。ですからこの結果次第では次が楽しみになってくるかなと思います。 こちらは今度6歳2頭に注目です。あとはね決め手のあるサンライズウルス、それから、チャンピオンズカップもちょっと穴まで期待したスマッシングハーツなんですが、これねスローでやっぱり展開合わなかったと思うんで、ちょっと流れてくれると僕はこのまま穴馬として一番面白いかなというふうに思ってます。あとはね先行力のあるハヤブサナンデ君、それから武田学士がねずっと乗って前回ついに重賞を勝った栗のドラゴンですけどもね、なんかやっぱりずっと乗ってたから愛着があるようですし、なんか叩き上げの強さみたいなのがねこの間にあるかなというふうに思います。それから一昨年このレースを勝って昨年2着のオーベルニュ、非常に中京と相性のいい馬ですから、このままでマークしたいというふうに思ってます。はい、ということで、G2 2戦がねありますけれどもね、片や4歳馬片や6歳馬ね、勢いのある馬が中山で活躍するか、中京ではねおじさんの意地を見せてくれるのか、そういった意味ではね、世代の注目馬がね、います、非常に楽しみな競馬だと思いますね。ということで、今週はこのあたりで、また来週です。